何歳までアイドル続けるんですか。体が動くのであればみたいな希望は。なるほどなるほど。アイドルで世の中に出てしまった以上、なるほどね、絶対アイドルではじゃない。応援してくれてる人がさ、たくさんいてさ、そうなのよ。求めてもらってるんであれば、うん、それはもうすでにアイドルとしてももしかしたら成立してるのかもしれない。いや成立してると思うねんな。ニュースはまあちょいちょいあるけど、うん、なんかマジでここ何年も話してないなみたいな。話してなかったよね。そう。だって中丸は俺もうドリームボーイズの時しかちゃんと話してない気がする。いやそうそうそう。大変やなってあの番組昼の番組、うん、あれ昼の番組出てるよね。週1や。あ、週1朝か。コメントしなくちゃいけないじゃない。そう。あれ大変じゃない。やんな、うん、え、もう絶対できへんなと思って。この関係、自分に関係がこう浅いところってコメントしやすいけど、うん、それこそ自分の会社のことだったりさ、うん、言わなきゃいけないじゃない。どの視点で言うのがいいのかっていうのもね、うん、難しいよね。ちょっとあと1杯ぐらい飲もうかな。行くね。いやもう赤のグラスもらっていいですか。グラス赤。グラス赤、はい、はい。そうだ、酒強いんだって。強いっていうか好きやねんな。そうだね、うん、酔っ払うの。どんぐらいで酔っ払うの。もう酔っ払ってきてるからあと1時間ぐらいで終わりますね。普段同世代後輩と仲いい？いや、あのね、あんまり、まあ、良くないというか交流がなかった。あ、でもその YouTube やるようになってから、うんうんうん、ちょっと広がった。クーマと涼介以外とか。そうそうそう。それこそ丸岡くんとかも。ああ、そっかそっか。そう、半分撮影かもしれないけど、うんうんうん、まあいいきっかけよね。うん。別にそれ抵抗はないの？そういう、あの、同じ会社のことを連絡したりは。ああ、全然。あ、そうなんや。うん、あ、そうか、人によるか。人によるもんね。あんまりその、むしろ、事務所の人とは仲良くするのはなんか違うな、みたいな。そうそう、なんかそれって、あの、仕事を思い出しちゃうみたいな感じの人もおるやん、はい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 、プライベートプライベートでみたいな、うん、そんな感じじゃないのか。まあでもあれか、面倒見てる子はいっぱいいるから。でもその逆に関西の子たちはなんか気使われちゃったりするじゃない、うん、だからあんまり普段は、うん、だそれこそ俺風磨とかの方が飯行ったりする。あ、そうなの、うん、あ、なんかいいんだ。ちょこちょこ飲ませてもらってるかな。あれ、菊池ってタッチに対して敬語？敬語。なんなの？え、タメ口やったっけ？あいつタメ口ないの？どこで舐められた？わからない。頭からそうだったから。基本敬語なんかもしんないけど、好きやればすぐタメ口でくるみたいな。この人いけると思ったんやろな。そうかもしれない。いや、おもろいけどな、二人のやりとり。まあまあ、面白いけどね、今と思って、うん、最初びっくりしたよ。びっくりしたよね。いや、好きなんじゃない、だから中丸のこと。あ、めっちゃキャラ的に。いや、だったらいいけどね、うん、それがまあ、原因。原因。いや、でもそんなんじゃなくて、本当に一発殴ってやろうと思って。どっかで一発殴んなきゃと思って。でもめっちゃ大会系じゃない？そうね、うん、そうなんだ。なんかそれはちょっとやめてほしいねんけど、うん、かしこまりましたみたいな感じ。あ、ね、はい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 、はい、分かる。 YouTuber とかね、すごいよね、うん、もう生活を切り売りしてるじゃない。そうね、人によってはね、うん、ああいうことはやらない。まあそれは考えてないかな。なんか爆食企画とかみたいな、仲間の爆食、うん、ひたすら食うみたいな。絶対伸びないでしょ。うん、いや、そう、言ってからあれんだけど、あんまり興味ないなと思って。YouTube って難しいよね。もうもはやさ、テレビよりチャンネル多いじゃない。確かに、うん、そうなんで、さらに難しいのがさ、じゃあ、うん、応援してくれてる人のための動画を出したいっていうのとさ、はいはいはい、バズらせたい、うんうんうん、まあそのなんか見てる人はわからないけれども、とにかくいろんな人に見てもらいたい、うんうんうん、みたいなのだと多分内容違うじゃない。そうね、
バスを狙うとちょっと魂売ってる感がちょっとあったりとかして、なんかほんまはねバズった方がいいんだろうけど、うん、それ狙いでやってると続かない気もするよね。確かに自分の好きなことじゃないと、うん、まあ本来始めた理由にはなかったから、うん、やらんやらん全然興味ない。いや そんなみんなやってたらやってない方がなんか得な気がする。ああなるほど、こうなった以上、うんうんうん、なんか好きなことがあればいいけど、それこそ楽器とかさ、そっち系ほらテレビとかだとさ、うん、まあその詳しいこととかさ、うんうんうん、長く説明ができないとかさ、うんうん、あるけど YouTube だとさ、まあそういうのないじゃん。いいもんね別に長く説明しても。そういうのとかないの？ないよね。ないか、うん、だからほんまにもう好きって言ったら人と飲むのは好きやからひたすら、いいじゃん、ひたすら飲むとかはいいけど、バー立っちゃうみたいな。いやいやもう体が心配やんただでさえ飲んでんのにさ、うん、何歳までアイドル続けるんですか？アイドルのまず定義なんだけど、うん、音楽活動、これだからアイドルで世の中に出てしまった以上、絶対アイドルではじゃない。だから難しい、定義は難しいよね。変な話でも今もう仕事内容だけ見ると、うん、あんまりそのアイドル活動っぽいことそんなしてないよね。自分の中で勝手に思ってるのはそのライブするとか。はい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 。あれがまあ俺の中でもアイドル活動、うんうんうん、で言うと体が動くのであればみたいな希望は。なるほどなるほど。その辺どうですか？やっぱ年取っていくじゃない、うん、自分が見にくくなってるって自分が感じるのが、うん、なんかこういう放送に乗ってるのは俺嫌やなと思う。ああ想像してみると、もしかしたらこの先みたいな。そうそうそう、だからそれがなんか俳優やっていきますとかやったら、うん、全然その枯れていくのもいいと思うし、味になるみたいな、そうかっこよくなれればいいんかなと思うけど、そうだ、アイドルっていう点だとそうか、なんか難しいよね。難しいなって思いながら過ごしてますねいやでもこれありがたいことですよ。そのやっぱり応援してくれてる人がさ、たくさんいてさ、そうなのよ、求めてもらってるんであれば、うん、それはもうすでにアイドルとしてももしかしたら成立してるのかもしれない。いや成立してると思うねんな、うん、新たになんか興味持ってもらうっていうのも嬉しいけど、うん、今こう好きでいてくれるお客さんにはなんかとはずっとなんかやりたいじゃないけど還元しなきゃなと思ってるよ、うん、だからアイドルがすごくさ、昔と比べたら10代だけでアイドルって終わってた時代からさ、うん、先輩方の功績で、はいはい、長くなったじゃない。長くなった分そのここでするべきなんやろうなみたいなのも伸びてしまって、うんうん、違うんやろうなと本来と。まあまあ本当はね、うん、っていうのを考えるな。仕事面ではありがたいかもしれないけど、うんうん、まあ、それによって他がちょっといびつになる。そうそうそう、だから本当のアイドルのなんかあの自分の心とかさ、うん、体も含めて、うん、活動できるところって、うん、長くなってるのはありがたいけど、うん、本来もうちょっとここなんじゃないかって思うのは、あとあれね、勝手な印象だけどこの芸歴がもう15年20年になってくると多分おそらくだけど昔から応援してくれてる人たちもちょっと遠い親戚だみたいな、うん、まあそうなんだね、感覚が近いんだ、うんうんうん、だからまあ他の国も事情知らないけど、うん、結構独特なんだろうなと思うけどね。独特よねきっとね、うん、確かにな。このなんか同世代の人とそういう自分の立ち位置とか仕事の話することないから面白いし、なんか皆さん興味あるかもしれないですね、うんうん、そう考えると先輩たちすげえなー。すごいよね。今だったらそのなんか先輩ルートがあるからさ、うんうんうん、それを基準に物事考えられるけど、うん、先人がいない中でさ
やる気がすごい。すごい。なんか自分のものなんか残せたらいいけど。現在のなんか野望とか、次もう一個目指すはここかなみたいな、うん、そういう話を教えてください。あ、なんかいきなり番組っぽい。ちょっとこれは。なんなんやろう。興味で。なんかそれこそそういう数年後の理想とか考えとか、なんかコロナの時一気に崩れたじゃない。こ、うんうん、の計算も。そうそうそう。2年後考えてても無駄やなみたいな。程度があったから。あったんだ。あったあったあったし、でまたこう今会社の名前変わってとかいうこともそうやけど、ほんま何が起こるかわからんなっていうのがあるから、なんかその2年後3年後考えてるとしんどくなっちゃう気もするから、その5年目とかと違うじゃない。だからしんどくならないように、うん、活動するのが健康的なのかなと思う。そうです、うん、長く続けるって、うんうんうん、そこに行き着くな。確かに。いやでもなんか他の周りの人とかも、まあ、いろんなそういう同じような影響を受けてるから考え方も多分似てるんだろうけど、うん、そういう話よく聞くもん。やっぱ楽しく、なんかこう元気にみたいな。そう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 。多分みんな同じようなこと考えるんだろうな。そうなのよ。なんかさ、大御所とか、もう楽しくやりみたいな、うん、もうなんか究極それないな、うん、って感じてるけどな。今となったらちょっとなんかわかるみたいな。そう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 。そういう意味で言ったんかなみたいな。確かになみたいな。何も考えないで言ってるわけじゃなくて、うん、経験踏まえた上でそれ言ってるかなと。そう、だから意外と深い言葉なんやなと思いながら。ストーンズのジェシーとコーチ、お願いします。お世話になります。僕いろんな種類食べたい派ですか、それともなんか同じやつをガッツリ食べたいか。1個で1個だな。いやだ、それ1個。あ、すいません。ほんと昔こんなんじゃなかったのに。シャイボーイですからね。あ、シャイボーイだったの。そう、シャイボーイでした。今後の動向を見守っております。何についてですか。チャンネルの。あ、チャンネルのね、はい、チャンネル登録してください。チャンネル登録するし、終わった時に収益が赤になったんやって思って。その辺もちょっと気にしてもらって、楽しくできればいいかなと思ってるんで、はい。